皆さんこんにちは、ライマナミです。さあ今日はですね、モンストではなく私の大大大好きなハップのゲームをご紹介というかプレイしていきたいと思います。結構前には出てたと思うんですけど、こちら東京デッドボールっていうゲームでございます。ママにゲームで隠されたでおなじみのハップさんから出ているゲームでございます。どんなゲームかっていうと、ピッチャーがボール投げます。これがデッドボールなのかそれとも打ち返せるものなのかを瞬時に判断してどっちかに分けるやつです。審判のやつがあったと思うんですけど、打つ側のなんていうの判断力のゲームです。ではやっていきたいと思います。あ、ここにちょっと漫画がないのはメンバーに貸し出してます。田中くんはいつもケダルゲっていうのを今貸してます。でもここにね、あ、入んないかな。ちょっと最近ワンパンマンが好きでまとめ買いをこの間10巻まとめ買いしたんで、ここに入れようかなと思ったんですけど、ちょっとやっぱり整理が必要ですね。これ面白いですよ。ちょっとおすすめ。大正の献立、料理の漫画が好きで、おすすめあったら教えてください。まあそんなことは置いといて、ちょっとね、最後にお知らせもあったりするので、こちらのゲームやっていきたいと思います。レイボール、あ、間違えた、バカ野郎。ゲームセット、ゲームセットです。そういうゲームです。頑張ろう。ちょっと10ポイントいこう。あった、やばい。どこ狙ってんだ。ちょっと待って、あ、撃てたじゃん、バカ。しゃあ、浅い浅い。これ受けるじゃん。見切った。受けるじゃん。あ、撃っちゃったーい。あ、撃っちゃった、バカ野郎。これは集中しなきゃだよ。集中するんだ。デッドボールっていうぐらいだから、デッドボールが多いんで、あ、撃ってって、何にもしないんだよ。やばい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 。浅い浅い。遅くないよ。大丈夫、これぐらいがちょうどいい。これ、あ、な、え、嘘だろ待って、タイミングゲーなの。待って待って待って。オッケー。びっくりした。避けた。じゃーん。ちょっとみんな待って、ちょっと早送りになるかも。何してんの？その程度か。いや、何してんの？あ、みんな見て、10ポイントいった。あ、打たなきゃよかった。ゲームセット。もう、皆さん見てください、結果17ポイントきたー。来ましたよ、これが私の力です。何回ダメだったろう。でも無事にね、目標の10ポイントを越せて、そして17ポイントまで行ったので、もう良かったんじゃないでしょうか。皆さんこれぐらいで勘弁してください。はい、というわけで以上、東京デッドボールというゲームでございました。おすすめなので、ぜひ皆さんもやってみてください。さあ、そしてちょっとお知らせがあるんですけど、お知らせというのもですね、多分テロップで出てると思うんですけど、6月22日からここまるシアター他全国順次公開ということで、私が荒井まなみがですね、主演を務めさせていただきました映画スリーアウトプレイボール編がですね、公開になります。こちらはですね、タイトルにもあるんですけど、スリーアウトプレイボール編ということで、野球のお話になってます。ということで、今回東京デッドボールのゲームをね、ちょっとやってみたんですけど、合言葉、キャッチフレーズっていうのが、私たちだって野球がしたいということで、野球のマネージャーの話ではなく、実際に野球をやるという話でございます。主人公の、アキっていう役をやらせていただいてるんですけど、アキはですね、子供の頃から野球を愛する女の子で、野球が大好きだったんですけど、中学までは部活に、男子の中に混じってプレイしていたんですけど、高校に入ってから野球部がなくて、野球をやらなくなったんですけど、でも、まあ、女子野球イコール、まあ、マイナースポーツみたいな感じの、高級は危ないっていう理由で、女子野球部がないっていう学校に入ってるんですけど、これから、こう、私もやっぱり野球を やめられない、諦められないということで、高校2年生になった秋はですね、夏に野球部を作ろうということで、一人で野球部の総部をします。総部に向けて動き出します。いろんな子に声をかけたりとか、ただ、ひたすらにがむしゃらに、総部をするために、創設するために、走り、突っ走っていく秋の様子だったりとか、そういうのに、
こうちょっと興味を持っていただいて、で、実際にこの女子野球っていうのも、現代の、今の世界でも盛り上がってきてるので、日本のね、中でも、ぜひ、そちらの方にも興味を持ってもらえたらなと思います。そうですね。うちの元メンバーの仙石みなみも出演しますし、今回ですね、何人出るんだろう。アイドルがすごい出るんですよ。17人出るので、すごい、なんか、アイドルちゃんだと、元アイドルの子だったりとか、あと、チキパの鈴木姉妹、私もよく仲良くて、一緒にご飯とか食べて、ツイッターとかにもあげてるんですけど、ユリア・マリアも見たりするので、ぜひそちらも、にも注目して、あとはね、アイドルちゃんたちとにかく可愛いと思ってもらえたら、アイドル好きの方は、たら嬉しいなって思います。私も、撮影期間中ですね、肩が、マジで痛い。外れる寸前って言うとちょっと危ないんであんまりですけど、実際に私のお兄ちゃん役の子が甲子園球児だったので、実際に教えてもらって、毎日のように投げてました。撮影期間中も、あれも、準備期間中も、バッティングセンター行きなって言って、バッティングセンターこっちの方をちょっと練習してたんですけど、こっちは、私、実はやらないんですよ。劇中に。私、こっちなんですね。投げる方なんですよ。なんで、ちょっと頑張って投げているピッチングの姿もちょっとだけ見てもらえたらなと思います。というわけで、長々とちょっと話してしまって申し訳ないんですけれども、ぜひ、こちらの3アウトプレイボール編、6月22日より、順次公開ですので、シアターがですね、今のところここまるシアターですね。ここまるシアターはどこにあるかというとですね、吉祥寺にございますので、皆さんぜひ遊びに行って、この3アウトという映画に触れていただいて、アイドル好きになってもらいたいし、アイドルが全力で演じている姿を見て、はぁと思ってもらえたら嬉しいなって思いますし、もし、野球にちょっとでも興味を持ってもらえたら嬉しいなと思いますので、ぜひ、こちらの映画の方、チェックよろしくお願いしますというわけで、長くなってしまって申し訳ございませんでした。というわけで、今日はですね、東京デッドボールというゲームプレイしていました。ハプさんのゲームね、本当に面白い。私、この動画、このチャンネルで言ってるかわかんないけど、別に回し物でもないんですけど、ハップさんのゲーム大好きなので、ぜひ皆さん、もし興味があったらやってみてください。というわけで、以上、荒井学びでした。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちらから。最新の動画はこちらから。また次回も見てね。バイバーイ。